佐々木朗希、ドジャース確定の証拠が発見される。フリードマンが見えるな。ああ、そうだ。アンドリュー、そこで何をしているんだい？去年の2月かな？フリードマンいる。まさか。フリードマン、サングラスにマスクめっちゃ怪しい。日本のマスコミ、アンドリュー・フリードマン知らないから、メジャー関係の人じゃない？って言ってておもろ。あの男は止められないやろ。ほんまや。フリードマンや。フリードマン地上派デビュー。フリードマンって背が低いんだな。あのオーラあればどこにいてもわかるな。これはフリードマンが視察をしているところだと思う。佐々木を呼び寄せる吉井監督。吉井監督が直接佐々木くんに紹介してたのね。彼と一緒にいるのは、ドジャース在籍時に前田の通訳を務めていたウィル・アイレトン。彼はまだロサンゼルスに雇われているんやな。これは、他のチームは、ドジャースには勝てないな。いや、私は動じない。スーパーチームを作っているんだが、入りたいか？残念ながら、ドジャースは彼を引き入れたな。ああ、彼は間違いなくドジャースに行くんやろうな。この野郎、大嫌いやわ。日本の野球を見るのをやめる理由が、どんどん増えている気がするわ。もうたくさんだよ。フリードマンがあまりに強引で、笑えない。彼までドジャースなら伝説になっちゃうやろ。確かにそうだ。メッツのフロントときたら、そんな愚かなフロントオフィスが大嫌いだ。日本のトップクラスの選手は、基本的にドジャースへ行くシステムってことなのか？ドジャースは NPB と MLB の2つのファームシステムを持っているわけか。テレ朝のサンデーライブやな、毎週見てるけどスルーしちゃってたな。佐々木朗希、メジャー挑戦時には、ドジャースを選んだら嬉しい。大谷、山本、佐々木、村上などをスカウトしたこの10年間、フリードマンは日本でどれだけ寿司を食べたんやろな。この1ヶ月で日本語が10倍上達したぞ。佐々木が来季の契約によって数百万ドルを手放すのであれば、選手を向上させる実績のあるチームと契約するのがいいと思うわ。どのチームも佐々木を欲しがるかもしれないが、佐々木を向上させることができるチームは限られているやろ。